第7試合グラジエーターフェルダー級5分2ラウンド石田拓穂 VS 鈴木和人。ただいまに第7試合グラジエーターフェルダー級5分2ラウンドを行います。青コーナーに鈴木和人選手、赤コーナーに石田拓穂選手の入場です。ジャッジ鶴は杉浦でした。レフリー島村慎二。
ご来場の皆様にお願い申し上げます。今大会コロナウイルス感染防止対策でたちまして、声を出しての応援を固く禁止させていただきます。声を出しての応援は禁止でございます。拍手での応援よろしくお願いいたします。ラウンド1タイムストップでございます。ご来場の皆様に重ね重ねお願い申し上げます。今大会コロナ感染対策といたしまして、声を出しての応援は固くお断り申し上げます。声を出しての応援は固くお断り申し上げます。拍手での応援よろしくお願いいたします。再開します。残り時間1分。
残り時間30秒。第1ラウンド終了です。Thank you.
残り時間1分。残り時間30秒。試合終了です。ただいまに判定が入ります。判定結果をお伝えします。ジャッジ鶴は赤石だ。ジャッジ杉村赤石だ。ジャッジ吉田赤石だ。以上3対0の結果をもちまして、勝者赤倉石田確保。勝ちました石田選手には勝者トロフィーが贈呈されます。続きまして、K-1 ジャパングランプリ1998年並びに2002年準優勝、中迫剛様より勝者賞としてボディメイクアップロテインが贈呈されます。皆様、大きな拍手をお願いいたします。石田拓保選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。